はい。ひとつき万つ清水です。ということで、今日はですね、まあ、総裁選に関して、いろいろな、あの、与野党を含めて動きがありました。えー、まずですね、あの、山本太郎さん、ね、あの、山本太郎さんがですね、衆院選にですね、この、出馬するぞと、小選挙区で野党統一候補だというようなニュースが流れて、おー、ついにかー、というふうに、こうなりまして、で、あと、立憲民主がですね、あの、年収1000万以下の所得税を免除。 これ結構すげえなと。で、えー、さらにですね、野田聖子さんが、えー、総裁選オンライン討論会で、天皇陛下の靖国参拝について言及。これその、野田聖子さんが、あの、私びっくりしたのが、なぜか中断されてる天皇陛下が、あ行ってくんないんじゃね、参拝っていうふうに言ってて。<laughs> なぜかこの人、もしかして歴史知らないのっていう。え、ね、?why? 怖いほんまでっか、ほんまさんということで、ほんまさんに聞こうと思いまーす。えー、いやー、これ <laughs> え、ちょっと一応コメントを正確にあの読、ー、みましょう。野田聖子さん、なんと言ったのか。締めくくりの挨拶の中で靖国神社参拝に触れましたと。で、なんかお子さんともね、毎年行ってますよと。で、うんえー、社務所で息子がおもらしちゃってごめんなさいみたいに。ね。 でさらに天皇陛下の靖国参拝について私たち自民党国会議員の目的はもう全員ですよ自民党国会議員全員の目的になったんですけどなぜか中断されている天皇陛下が英霊の下で鎮魂してくれることではなかったのでしょうかそこをもう一度皆さんとしっかり原点に戻って。 どうしたら、私たちの天皇陛下が、かつてのように、英霊の皆さんのところへ、むく、えー、出向いてくださるかを、しっかりと議論したいと願っています。あ、分かった。それ分かった意味が。あ<う>。今、読んで。あ<う>。あ、永久戦犯外せって言ってんの。どういうこですね。うん。うん。と<う><う>いうことだろう。ん。その。永久戦犯、これ、これ、高等戦術に出たのよ。あ。 みんながねちゃんと心の憂いなく行くためにどうしたらいいかみんなで議論しましょうよって天皇陛下もある時期から来なくなっちゃったんですけど、うん、どうしてのかどうしです,すかねでそれは何でってじゃあその天皇が来なくなっちゃった時期に何が起きてたのかっていうのを、うん、まあ調べると。うん まあ永久それまでいらっしゃらなかった永久戦犯の御霊が、うん、合詞され合詞って一緒にね、はいあのー、そこに祀られることになっちゃう、うん、で、それ以来、天皇は行ってない。だから、あのーはい、ごめんその、当時は昭和天皇だったけど、うんうん、昭和天皇以降、えー、平成、えー、令和になっても誰も行ってない。うん うんだからこれは天皇家の明確なメッセージと、うん、いうか強力な意思があるっていうことだよね。うんうん、じゃなかったらさうん、おじいちゃんは行かなかったけど、俺は行っちゃおうかなってった。<laughs> そうなる、そうなる、そうなる。そうなる,うなるでしょう。<あ>だけど、それが起きてないのよ。うん、で、その野田純子のこの発言で面白いのは、なーぜーかって書いてんだけど、なーぜー <laughs> 天皇の俺たちだったら俺たちだったら「いやー朝を切って下痢しちゃって」まあちょっと柄悪いけどああねちょっと、ね、体調が悪くて行かなかったのよとかさ、うん、ある、うん、あるあるいはんでか分かんないけど気分乗らなくってさーとかっていうふうな理由で、うん、今年は行くなやめようとかってあるけどそんなあどまあ永久戦犯知らない人もいるかもしれないけど これはあの東條英機とかですよ。岸信介とか、これ安倍晋三のおじいちゃんだけど、あのそういう人たちですよ。だから。まあ、永久戦犯って全然知らない人はさ、永久しエターナル。エターナルじゃない、<laughs> エターナルじゃ ABC の A だから。そうそう、ABC の A で。あのあ英語で言うと、クラス・ミー・ウォー・クリミナルだから。うん、そうそうそう。だからまあ、要するに、上から、 A、B、C ね。うんうん、カテゴリーが、だから A が一番、うん、まあ悪い人たちに当たるっていうさ。うん、まあそれで、うんだからその永久戦犯が合意されるまでは、うん、実は昭和天皇はちゃんと靖国には行ってたのよ。うん毎年ね。うん あの靖国神社っていうのはその特別なところでさ、うん、その戦争で亡くなった人たちの霊を祀るっていう、うん、そういうあの神社なんだよね。うん、だからまあいや別にさだからって所あの墓地に入っちゃったら意味ねえのかとかそんなの全然あのまああくまで象徴的なの象徴的な意味だけど。うん でうーんもうとにかく毎年毎年さいろいろあるんだけど、うん、要するにそのまあ個人で行くのは別にいいって個人で行くのはね、うん、別にそれはそこまで日本ってさ個人の意思をがんじがらみにする国じゃないからただだから閣僚としていくと中国とかの韓国とかとまた妙にこううだうだやるっていうのは。うん めんどくさいでしょっていう話なのある。うん、言ってしまえば。うん、だから、閣僚になると、公式に参拝するってことは、日本の歴代の安倍だってさ、あの首相としての立場では、ほとんど行ってないんじゃない確か、うん、うん。あの安倍でさえ。はい。で、えー、だから野田、野田さんがさ、なんかいきなりさ、うんうん <laughs> どうして天皇がある時から行かなくなっちゃったのかな,な,んでかなっていな。でみんなで考えてみようよって言って、うん、そんで「えっそうだったのか永久 <laughs> 戦犯が投資されてから陛下は来ていないんだ」って言ってじゃあ永久戦犯はずじゃいいじゃん。うん いうこれすごいな野田聖子。あれな, <laughs> なかなかやるじゃん。好 <laughs> 意的に捉えるとそういうことになりますね。好、う、意、ん、<laughs> 的に捉えるん。でしょうん、うん、いやだってまさか自民党のさ、なんだっけ今、幹事長代理代理。とか、彼女だって郵政省とか総務省やってたでしょうん、うん それでさ、まさか天皇がさ、<laughs> 来なくなった理由、知らねえなんて、そんなわけないだろ、いくらなんでも。いくらなんでも。だから、これは、コート天術なんだよ、これは。と、まあ、私もそう思いますよ。思うけど。<laughs> いくらなんだって知らないわけないだろ。<laughs> っていうかさ、まあの、100、まあ。 1万ポイントって野田が知らなかったとしても <laughs>、うん、周りが誰か言ってやれよ。周りが <laughs> でしょまあこれ永久戦まあだから永久戦犯がいなくなったら、うん、別にそこには行っても何も問題なくなるわけですよね。うん、であとじゃあなんでこんなに靖国問題が取り出されるのかっていうと国内的理由と海外的理由があってですね海外的理由は簡単です。 メルケルケドイツのメルケル首相が毎年ヒトラーのお墓に行ってですねおは花花を,花をねこうやって添えてこれ、信教の自由ですから関係ありませんというふうに言ってたらさどうなる海外からどう見られる、ね、イスラエルとかさねもう大変なことになりますよ。ね で、えー、あのちなみにヒトラーの墓ないけど <laughs> ね。まあでまあで、仮に仮に仮に。ないけど。仮に、仮に仮に <laughs> 仮にそういうのを作ってさ、まああるいは、あのアドルフ・ヒトラー協会っていうのを作ってですよ。ねナチスの英霊がここに眠っているとかってやって、そこに行って、お祈りを捧げていたとしましょうよ。うん、もう大問題になりますよ、もう。 ドイツの復まあないね。っていうかあのー、それがもしずっとあったらね戦後、うん、えー、未だに東西分かれてたんじゃないかって気もするし <laughs> まあそういう大問題なわけですわ。で、えー、だから海外から見た時にやっぱりアメリカとかあの中国とかその辺りがどう見るんだ韓国とかがってね。じゃあ あーのーじゃあその海外の目をね気にして我々は戦ってくれた人たちにお祈りも捧げられないのかとねいやそれは別に自由なんだけど政治家がそういうことするの何でっていう理由も考えなきゃだそれはまあ自民党のやっぱりね支持層の人たちは あのそういうえっ、ー、と戦没者遺族委員会かなんかありましたよね。遺族会がね、うん。ああいうところからの票を失うのが怖いからやってるわけですよ。うん、でそれをなんか「信教の自由」っていうので言うと、いやーなんか本当に世界中から見られてるマイナスとか含めて、本当にっていうふうに思いますけどね、これ。うん。まあそうだよね。うん まあ結局、その日本の場合、とにかく、まあ、なんでこれがいつまでもあだこだやってるかっていうと、うん、まあその A 級戦犯というのはその, A 級その名の通りさ、うん、えと要するに連合国が裁いたカテ,ゴラカテゴリーなんだよ、ねうん、A 級 B 級とかさ、はい、だからし、死もあったわけよ末端の兵士たちとかね。うんうん でつまりだその <coughs> 東京裁判を開いて永久戦犯をとにかく裁くっていうことでまあ連合国によって裁いた、うん、っていうことでさ、うん、日本が日本人が自ら裁いた裁判ではない。うんうん、ってことであの裁判はその戦勝国が勝手にやったことで。うん えー、はっきり言って何の価値もないっていうそういう人たちもやっぱり無にいるわけ、うん。うん、いますね。だから永久戦犯ってそ,のそもそも呼び名がおかしいんだ。うん、あいつらが勝ったやつらが勝手に負けた人間を暴行にしてただけで、うんあのー、そんなのはおかしいだろうっていうね。うんうん、っていう人たちもいるんで。 えー、そもそもなんでそういう永久戦犯を行使してはいけないのかっていうね、うん、あのそういう人たちってのはやっぱだからずっと昔からもちろんいるわけ、うん、でもとにかく天皇が何でまあ今回ほら野田さんがさ何で天皇行かなくなっちゃったのかなーって言うから、うん、まあそこを説明するとやっぱり天皇としてはその永久戦犯っていうぐらい、まあ、つまり元首相とかさ、うん 戦,あの戦争を起こした時の内閣の構成者たちだからねほとんどね。でやっぱり天皇としてはその戦争太平洋戦争でまあやっぱり300万人ぐらいの人たちが死んでいると、うんまあ、日中戦争も入ってるか、うん、300万人以上の人々が亡くなっている戦いの少なくともある時期指導者だった人たち、うん、っていうのは やっぱり責任があるだろうって,思ってるわけよ、うん、だってその人たちに責任がなかったら誰にも責任ないことになっちゃうまあそうですね。<laughs> それはない。うん、それはないよ。うん。もうさ、サイパンとか沖縄とかでさ、うん、幼い子のちっちゃい子供たちもみんな犠牲になったわけでしょ。うん、でそれは東京だ、もう、まあそうだけど、東京大空襲だとかさ。 どうすねであの原爆に圧落とされてさ、うん、もう子供もまあ老若男女みんな犠牲になったわけいや本当にでそれをさ誰に責任があったかっつっていやいやそれはお前アメリカは非人道的なことしたからアメリカが悪いんだって俺たちは悪くねえぞ俺たちは悪くねえぞって他、うん、にも責任があるとは俺も思うよこ、うん、れ,れは当然なんだがでも 戦争をじゃあ引き起こしたのは一体誰なんだと言ったとき、ね、うん、いやー、でもそう、いやいや、あれ、でもほら、アメリカに挑発されてたからって、まあ、そういう論人も今いっぱいいるんだけど、うんうん、でも、実際問題としてとにかく戦争をやっちゃって、300万人という人々が亡くなって、でその責任を誰も負わないっていうのは、やっぱありえない。うんうん いや仮にじゃあアメリカに挑発されたら全部アメリカのせいで戦争を引っかぶったんですっていうふうになった時にじゃあその挑発に乗ってしまったやつの責任は追及しておかないとね国際的には仮にアメリカが全部悪いんですっていう理屈を展開したとしましょうよだとしてもその理屈に乗っかっちゃった挑発に乗っかっちゃったバカがいるわけであってそれのせいでひどい目にあったんだったらこいつもいじめとけっていうことにしないと。 いじめるっていうことにしないと示しがつかんしだめやんどこかでねやっぱり示しっていうのをつけなきゃいけないわけ、うん、だけど日本っていう国はまあ戦後ずーっとそういうことをしないで、うん、やっぱりそういうことするのって大変だから、うん、責任を追求して罰するっていうのがさ、うん、まあこれすごく大変なことなわけよだけど日本の場合はね特に軍部 特に陸軍が、うん、や,やっぱり政治にあからさまに介入してた時代っていうのはさまあやっぱり戦争に負けるまで前その前20年ぐらい前からずっとそうだったわけよ、うんうん、だってそれで226事件とかが起きたりとかさ、うん、515事件とかね、うん、いろんな事件があったわけまあ226、うん、まあそうだよね要するに軍部が暴発して政治家を襲撃するっていうさ、うんうん そういう事件が何回も起きてたわけ、うん、で、そうやそういうのもふ、その時のやっぱり指導部にいた連中が太平洋戦争の指導部でもあるわけ、うん、やっぱり、こうね、続いていくからね、うん、組織。その人たちに、いや、何の責任もないですって、それはちょっと、いくらなんでも無理でしょ、ね、<laughs> いや、それは無理でしょ。それは無理でしょって。 いう話で,、うん、で結局まああの永、ー、久戦犯っていうのはねみんなあ,のあれになっちゃったわけよデスバイハンギングだから、うん、えっと公子園ね、うん、みんな公子園になって十、うん、何人だっけあれ甲子園になった人それぐらいですけどでもあの一応岸信介だけはひょこっと出てきて。 雨のおじいちゃんだけひょこって出てきたあの佐藤栄作とタバコ吸うシーンでかって「ああタバコうめえ」ってあのシーンすごい印象歴史の教科書とかでよく見るあれ c 合いの手先になるかって言われて「なりますなりますなりますもうなりなっちゃいます?」って CIA の手先にだあのなったら「お前、えー、試験じゃないよ」って言ったら「マジでやった頑張ります!」みたいな日米安保進めますっていう。 まあそういう、うん、そういうのを本当にもう目そういう家系だっていうね阿部、うん、とかさ、うん、お前そもそもそういう家系だろうって、うん、普通だったらお前恥じて山口から出てこねえはずだろっていう, <laughs> そ,う<で>そういう家系のせにっていう感じなんだけどさ、うん、まあ別にね個人がどう動くっていうのはそれはとにかく日本は自由だからいいんだけど。うんうん ただとにかく太陽戦争で、太陽戦争っていうのは、まあ太陽戦争っていうか、まあ、あのー、日本、日本側から見たときは、まあ大東亜戦争っていうね、故障をするけれどもさ。うん、うん。まあでも、誰がどう見てもアメリカと戦って勝てる見込みなんかまあゼロだったわけだよね。うん、うん。で、その、そもそもゼロなものに突っ込むっていう。 そういう判断をしたところがめちゃくちゃゃくの間違いなわけでだって GDP 比とか <laughs> どんだけ差があったと思ってんだっていう生産う、ね、鉄鋼の生産量とかね、うん、あのー、石油の排出量とかさ、うん、もうありとあらゆるものがもう何十倍どころか何百倍の開きがあって、うんうん、でしかもそれをね あの開、ー、戦の何年も前から、そんだけ差が開いてるっていうのは分かってたわけでね、うん、知らなかったって言うならまだ話あるだけど、うん、分かってたわけよ、十分。うん、十分分かってたよ。分分っただってそれでシミュレーションやってたんだから、<や>んで負けますねって言われたから、もう嫌だっつって、こんなの見たくない、諸君ら、実際の戦争はそのような理屈で動いていない、気合と根性があるのだ、ヤマト魂は計算に入らないとかって言ったのが東、東條秀機だと。 それだけでもうしょうがないや、死刑の、うん、あれだと。<laughs> もうそりゃそうだよ、そんなわけのわかんない精神論で、どんだけの国民殺したと思ってんだよ。ねえ。だからね、やっぱりそれはもうさ、しょうがないわけさ、うん、しょうがないっていうの責任を問われるのはしょうがないでしょって。うん、だって、その人たちのさ、命令でさ、人が死んでいくんだもんだ,もんだって。うん、本当に恐ろしいよね。うん でまあ、ネット運用とかがさ出てくるとなんかさ勇ましい精神論をさ言うんだけどさま間違いなくそうやってこうカタカタやってるネット運用は、うん、あのもしそういう時間のじそういうい事態になったら、うん、一番最初に最前線だからさ、うん、ね何も分かっちゃいないわけ、うんお国のために死んでまいりますって本当に殺されちゃうからさ。うん、いいの すぐすぐ最前線うん,うーんひどいものよ本当に、うん、だらねらなんかね、まあ、ほんとむなしくなまあね戦争の話って恐ろしいよ本当に、うん、でまあ最初に戻ると天皇は天皇ってさあのやっぱり立場上ね、うんうん あのー、いやあいつが悪かったんだよあいつが悪かったんだよって <laughs> やっぱちょっと言えない立場にあるわけよいやそりゃそうでしょあの東条の野郎がとかさ、うん、あのもちろんねえー、っとね80年ぐらいに出た本だったかな昭和天皇独白録っていう本があってね、うん、あの文藝春秋から出たんだな、うん、あの要するに昭和天皇のお月の人が、うん えー、天皇と喋ってる時に出てきていた言葉、うん、っていうのでやっぱり東条とかの名前はバンバン出てくるわけよ。うん、でやっぱりあのー、天皇の人間だからさ、うん、やっぱりあのー、時の東条の発言はどうだったんだろうかとか、ねうん、っていうのはよく出てくる。うん、それ以外の陸軍海軍大臣もみんな最初は威勢のいいこと言ってて。うん アメルリカなんか半年でやっつけてみせますぜって言うてた、ね。まあ、お任せくださいみたいな感じでね。で、もう後半になってくるとどうしようもないから、うん、もうね、あの特攻でなんとかしますとか言い出すのさ。うん、何を言ってるんだっていう。挙句の果てには言うこと聞かねえんだったら玉変えちまえとかね。そう,そうそうそう。うんまあ、要,要するに天皇かえちまえばいいじゃんとかっていうふうに。うん そういうね不損な連中もいっぱいいるわけですさ。うんえー、でまあ天皇はそれでんだからといってねあのほらなんかまあ、あのー、三面記事みたいにさ「うん、いや東條とか岸とかまとめてぶっ殺せ」とかそんなこと絶対言えないわけよ。<laughs> 言えないよそんなの。無理無理無理。だからんとなくねなんとなーく,、ね、なとなーくこう遠回しにさ「あのー、発言はどうだ なので洗うかみたいなさそういうことがいっぱい書いてあったけど今でも読めんじゃないのって昭和天皇独学録って文庫かなんかで読めんじゃないかと思うけどさ、うん、当時は衝撃だったよあれが出てきてき、うん、やっぱり天皇もねあの、うん、軍部に対してはやっぱり相当なあれがあったんだっていうのは分かったけど、うんうん、それ、ね、ででだから野田聖子が ごめんやまあなだいぶ止まりしちゃったいや,いや大事大事、歴史の勉強大事。小和成功がさ、なんで陛下は行かなくなっちゃったのかしらーんっていうところは、うん、要するに天皇はいや、永久戦犯が合意されたから俺はもう行かねえぞなんて、そういう発言ができない立場にあるの、うん、あの人は。うん。なんでかって言ったら、もし天皇がそう言っちゃったら、 も合室された人間のこの四肢孫損までさ <laughs> 本能形は許さんぞって言ってるのと一緒だからね大変だことですよそれは大変なことだよこれは、うん、だから言えないのよ、うん、言えないから行かないっていうね、うん、でその理由も発表しないとそれは察しろっつってんのご拝察してくださいよと ご拝察しろよって言ってんのにご拝察しないんだもん、ま、た <laughs> 自だ <laughs> <laughs> っぱいれて。だめって言ってないから行くみたいな感じで。高市さないなんてさ、もっとエキセントリックで野田聖子はおそらく好意的にはこれは高等戦術だと思うんだけど高市さないは「私は首相になっても行きますよ靖国神社」って。<laughs> アホなんだもんしょうがねえよって。 あの一言だけ聞いてもね高市なんかいれあのあの首相にっていうか総裁にしちゃダメだっていうのは別に総裁にでもいいよ、うん、総裁になってもいいけど首相にしちゃダメだよ、うん、<laughs> でも今のさ日本はさ自民党の総裁が首相になるからね、うん、からしょうがないんだけどさちなみに他の候補者は何と言ってるかうんこれはあのや毎日新聞の記事でですね えー、あるんですけども自民党総裁選靖国神社参拝で意見分かれるというふうに書いているんですがえー、っとですねまず永久、えー、戦犯が合意されている靖国神社参拝をもって議論になったと高市早苗、ねえー、前総務大臣は参拝すると明言岸田文雄前政調会長は状況を考えた上で参拝を考えたい。 河野太郎行政改革担当大臣と野田聖子幹事長代行は首相在任中は参拝しないってことはこれやっぱ野田さんはこれ口頭戦術ですね。だろう、うんだからさ俺さそのその記事を読んでたから、うん、なんで行かなえいえ行きますよっていう別の記事ってなんか意味が違ってるように見えたんだよね。だって首相在任中行かないって言って。 ってるわけでしょそっちで、うん、だけど天皇陛下の靖国参拝 <laughs> だからもしこれがね私は首相になったらねあの天皇陛下と一緒に靖国時代参拝したいとかっていうふうに言ってたらつながるんだけどなんでかわかんないけど天皇陛下がねうん来なくなっちゃったのあれ確か私が生まれた年だから1978年から行かなくなったはずですよ。うん、なんかちょっとねよくわかんないのどうしてかな だからきちんと考えたいと思って天皇陛下がね行けるようにつまり東条英機とかえいっこうほかにやるこれはいいやんだよず<う>せばいいおういいじゃんうん、うんうん、そうよそれでその外してでほら高橋とか行きたいのらそっち行きゃいいじゃんねうんね、うん、なんかあの東郷、ね、神社はあるんだからさ のの、うん、<laughs> なんかあのー、すっごーい孤島とかにああの東条神社とか作ったらどうすか <laughs> 東条内閣神社とかっつっていいじゃんでそ,こそこにねもうあの誘致する場所を決めてあのちょっと右翼ばっかり来ますけどここはあの観光地にありますよっ,ってどうすか地方自治体とかっつって <laughs> っていうプランを電通が考えるそうするとひと儲けだ <laughs> <laughs> ああ、なんでも金もけに結びつ <laughs> いや、今のはなんでも金もうけに結びつけたのは、ッ通でなくて、私でございます <laughs> <laughs> え。ちょっとどうですかね、<れ>右翼が多そうなところとか、過疎化が進んでるところに、東照大閣神社作って、であのホテルとかも建てて、もう観光地にしちゃうの。 靖国神社からすごい離れたところに作っとこう。うん、で何あれ軍ク姿のさコスプレ連中が山のように集まってたあ。山のように集まっててそれであーのーねえ霊の御霊をねあに対する尊敬の根を持つためにここはおさい銭は1万円からですっていう。<laughs> いやなんかやべえちょっと儲かりそうな予感しかねえんだけどこれ。<laughs> うんこれ多分いけるよ世界中からコスプレマニアがやってきてさうんでそう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 ん、そういうところにもするんですようん,うん、うんうん、そしたら国際問題の解決で金も儲かってあんな九段下のさちょうど真ん中に置いとくから問題なのであってすっごいどっか田舎に作ったらいいかもしれないそうだなうん もうあのー、まあ5時から外すっていうのはさ、うん、あのー、いろんな諸問題の解決に、うん、なるし、よろしいかと思うよ、うんうん。で、その翌年からいきなりさ、うん、天皇家、また参拝するようになった。ばっかりやすいな、いこれ。<laughs> ご拝察しろ、本当に。 挨拶しろよってお前ら。どうだうもうさ、もうなんかさ、さ常日頃、天皇が、天皇がとか言ってさ、うん、もう本当昔も今も変わらないんだけど、うん、とにかくさ、あのー、自分たちの都合のいいと時と,ところで天皇を使おうとするっていうね。これはもう昔も今も変わらないのよ。うん、結局、昔って、うん、俺が言ってる昔っていうのは、 はるか昔のことだけどね。うん,うん、うん。あの、平安時代ぐらいまでのこと言ってんだよ。うん、<laughs> それぐらい前から天皇っていうのはさ、うん、利用される存在だったわけじゃないよ、うん、結局さ。今でもそうじゃん、結局。歴史を具現化してるとかさ、なんかいろんなこと言われて、まあ天皇家がね、そりゃ確かにさ、世界に冠たるその2000年の歴史があるとかさ。うん ね、直径だけで続いてきたとかさ一回もとにかく滅んでないっていうことはそれはすごいとは思う、うん、確かにすごいとは思うがだからといって天皇を守るためにお前300万人の国民殺すってありえるかって、うん、ないでしょってだけどそれはねそのまあ日本の国体というものを守るために戦争したんだって、うん、まあよく言われるんだが。うんうん 天皇を中心にした国体っていうのはさ、うん、明治以降だからね。まあそうね。ねところにその江戸時代までは天皇は京都にいてひ,ひっそりと暮らしてたわけ。うん,うん、うん。天皇を中心とする国体っていうのは明治政府が国力を高めるために作った形であってさ。うん、でその天皇陛下のために死ねなんていうのは。うん それ以前なかったんだか、ね、らだけどそれをまるで2000年続いてきたみたいに言ってる連中ってのはみんなペテンツか多分知らないんじゃないかな知らない連中がいっぱいいるよ、うん、多分知らん方が多いんじゃない、うん、日本の、まあ、なんか江戸時代 よりも,もう前の歴史とか知らないみたいなもう明治の雰囲気でずーっとなんか日本は2二千年あったぐらいの感じでいいだろそ、ね、な,なわけっていうもうだからね太陽戦争におけるますにも天皇兵がバザーイっていうのは、うん、あれは明治になってから作られただけの、ね、うんうん本当に新しい制度だったわけうん,うん、うんうん、でそれを国を挙げてまあ もちろんそうやって国民に叩き込んでさ、うん、でやっちまったわけだけど、うん、だからあのそれ以前ね皆さん歴史を思い出してくださいよってあって、うん、徳川幕府っていうのは何で徳川幕府っていうかと,うと、うん、政治を司ってたのが徳川だから徳川幕府だっていうわけよ、うん、その間天皇何してたかっつったらあのもちろん天皇家は続いてたけどあの京都にあの 壊して、うん、なんかひっくりとお茶でも飲んでたわけよ。行、うん、っちまえばさ。でその前はどうだったのってったら信長とか、うん、秀吉とかみんなにこう都合よく使われてたんでしょって。めちゃくちゃ都合よく使われてたよ本当に。そで,、うん、でその前のいわゆるさ平家と源氏の戦いとかさ、うん、じゃあ誠実かさだったの誰ですかって。うん、武士階級だったんでしょって。うんうん だから、本当、万水系の天皇のもとに、その国体を守り、て祭りなんていうのはさ、これ、明治政府が勝手に作ったやつだ、そういうこともちゃんと一応知っていてさ、知っていていろんなことを話すのはいいけど、そ、うん、う知らないですか日本は天皇陛下がずっと治めてきた国ですとかさ、なわけねえだろって。うん いう話だよねで戦後明治政府が作ったその一つの何て言うのかな布告強兵策、うん、に乗っかってうおーって突進してってさそれでまあ世界と戦争をしてボロクソニに叩きのめされたわけ、うん、いっぱいありますうんで永久戦犯とかをばかれたら いやあれはお前だって連合国あれいじめだろ <laughs> 勝ったやつが負けたやつを負けたやつをひっぱたいてなおさらひっぱたいてあれいじめだっていうねでもじゃあそれがなかったら日本人が自分で裁いたんですかって絶対裁けてないってドイツはやったんだよねちゃんとドイツはあの非ナチ化裁判っていうのを自分の国でやってんの、うんうんうん だからもう全然違うから、日本とドイツの戦後は。で、ドイツは非ナチ化裁判をやった、結果的には非ナチ化裁判をやって、でもうとにかくナチスの,のそのなんていうのてう残党っていうか、そういうものを全部一掃して、うんで、もうね、ヒトラーについて語るなんていうことは、もうドイツの憲法違反だからさ。うん まあこれ、なんで非ナチ化裁判やったかっていうと人気があったんですよね、残党が。ん、うんうん、っていうか、やっぱり、うん、万人っていうさナチストーンがいたからね、うんうん、だから戦争が終わっても、そのナチストーンは過去にナチストーンだっていうことを隠して、うん、隠して官僚になったりとか、あ、うん、こ,この先生になってたりとかしてたのよ。 知ってる人は知ってたわけ。あ,、うん、あいつ元ナチ党員だった。うん、でも、それをね、言ったりするとね、逆にいじめにあったりしてた、うん、で、ナチはナチでさ、そのやっぱりご助会みたいなのがあったからさ、うん、の問題か、あいつはナチ党員だって言ったようなやつを夜襲撃するとかやってたのよ。うん、うん。で、それを。 そのそこに終止符を打ったのが、あのドイツの検察官ね、うん、えっと名前なんて言ったっけ、まあこう結構調べればそれ出てくるドイツの検察のある検察官がこのままじゃいかんつって、うんまあ、それで非な地下裁判をやる方向に持っていくんだ結果的に言えば、それをやったから今、e、EU があるのよ、うん、EU は。 そのドイツも EU なんてドイツなかったら成り立たないから、うん、いやだってあそこが一番経済強いわけだからでしょうんでまああと位置的に見てもさ、うん、位置的に見てもさあそこでドイツがなかったら EU 成り立たないじゃないうんででも戦後やっぱりドイツあんだけひどいことをやったドイツを仲間に入れて EU を形成しようって、まあ、他の ドイツに占領されたヨーロッパ諸国でさえ、うん、そ,それを認めてくれたっていうのはやっぱりあの徹底的にナチを弾圧したからだよね。うんまあ、もう、まあ、二度と一応ナチスのような国になりませんと。うんうん、でそれをみんなが信用したわけよ、うんうん。じゃあ日本はどうかっていうと未だにバカがいっぱいいるからさ、うん、あの戦争は正しかったとかさ。 あんな中国に、まあ、中国と10年間も戦争したわけだけどさ、うん、あれだってねあのいやあれはえー、っとほら帝国主義の時代だったから、うん、植民地作るの当たり前だろうっていう人たちってやっぱりいるのよい,るいる、うん、っぱいいるのだけどいやそれはね最初はそうだよ最初はそうだけどその後その後要するに10年間も戦ってた、うん その後半の5年間なんてただ脱水で戦ってたようなもんだもんね、うん、どん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 奥地行っちゃってさ、うん、アメリカとかフランスとかイギリスが植民地持ってたのって海岸部分だけだろ、うん、なんで満州国作ってどんどん奥地行くんだよね <laughs> 何のもう理由にもならないって本当にまああとそのまあイギリスはねいっぱい植民地とか作ってたけどイギリスは植民地 に対して恥じているもう植民地を作ったということ自体が悪かったとでも日本は帝国主義の時代だから当然じゃあイギリスもやってたでしょっていう方になってるからいまだにそこにいう,う,にう学者さえいるからでイギリス、うん、いや日本の統治は他の統治と比べて素晴らしかったんですとかっって。 それはちょっとねもう恥ずかしい意見なんだよっていう世界から見たらうん、うん、そう言ってんのは、うん、日本人だけよ、うん、その当事者のその中国人とかさ韓国人とかさまあ当時は韓国じゃない朝鮮だけどさ朝鮮人とかさ、うん、もうね日本人が威張り散らしてさうん 気分が悪かかっったたていいう人たち山の上ににるんだから本当にいや例えば本当に満州の統治が素晴らしかったらなんでね戦争に負けた時にさまあ言ってみりゃあの日本帰る時にだよ現地の中国人に襲われた人がいたんですかっていうそれで人捕まってさシベリアに行った人とかもなんでいたのって本当に統治が素晴らしかったら円満になんで帰れんかったそこでいじめやってたからやろっていう威張ってたからやろって。 でまあ、何よりそのこの靖国参拝問題とか永久戦犯の問題とかをがもしねメルケルが仮にドイツドイツヒトラー神社みたいなの作っててさ毎年行ってたらいいはないっていうかドイツは復興してないで安倍晋三例えば岸信介がさ 出ててきたじゃんっ当時秀樹内閣の時に商工大臣やってたんでしょってこんなやつ政治家にしちゃだめだっていうふうにちゃんと自分で非なんだろう非ナチ化じゃなくて非大日本帝国家運動っていうのがしっかりあったら安倍晋三だって首相になってないってなあね、うん、<laughs> まあ一族岸信介の一族なんだみんな財産没収されて貧乏人になってたろう うん本当あのドイツはそれをそういう階級の人々を全部潰したわけよ一回、うんうん。だってナチの高官たちなんていうのはさすっごい大邸宅に住んでてさあの山のように持ってたからね、うん、でそういう連中を全部上げてそういう人たちの中には官僚のかなり重要な地位にいたとかさ国のすごいいろんな機関に潜り込んでたわけよ、うん、みんな。うん でそういうのを全部過去の書類引っ張り出してさ、うん、いちいち全部つしらみつぶしに潰して歩いてさ、うん、でもそれで今のドイツがあるんだ。うん、で、日本はそういうことをやらないで、うやむやにしちゃったから、今だにゃーでもこうでもないっつって、うん、あれ、どうして天皇陛下は靖国に来てくれないのかしらみたいなさ、うん、そんな話になるわけよ。かおかしいだろって、<laughs> 本当に。<laughs> まあいまあ、未だにそういうことやってるとね、うん、これはね、やっぱね、うんまあ、治んねやねもうね。なんない治ん、ないあん、<で>滅びるまで治んないじゃないのそうそうそう。で、この悪しき習慣っていうか、悪しき体質がさ、うん、で、オリンピックまで来たわけよ。うん、オリンピックの会とかでも何回も言ったけどさ。うんうん 誰の責任も取らない。誰も責任取らない。うん、あれ ?7,400 億でやるって言ったらなんで4兆円になっちゃったのかしら <laughs>、うん、はてハテナとかってみんなハテナとか言ってっけど、ハテナとか言ってっけど、ハテナじゃねえから、うん、ちゃんとした理由があるんだって。うん、それはそこで稼ごうとした奴らがいてさ。だってオリンピックをね、招致したとき7,400億円でなんでできるかって言ったかっていうと、うん 新国立競技場はちょっと手加えて、ちょっとほ回収され回収して、他の競技はみんな既存の設備使います。うん、で、東京の半径8キロ圏内でやるから、すげえコンパクトですって言ってたわけよ。うん、言うてた、言うてた。言うてたでしょ。うん、で、どうなった半径8キロか札幌って東京から8キロ圏内 <laughs> 8キロ圏内らしいっすよ <laughs>。<laughs> <laughs> 歩いて2時間ぐらいで札幌行けるんじゃないですか？東京から行ける？げえな。近いよね。うん、近い近い。ねえ。宮城とかさ、うん、福島とかさ、ねえ、三重県とかでもやったし、あ、三重じゃごめん、静岡でもやったしね。うん、半径半径に200キロ？うん、いやもっと。とにかく何百キロまで広がっちゃって。うん、うん、で。 えー、なんかさよくわかんないうちにあのー、既存の設備使うつつはのが既存の設備やっぱり古いから新しくした方がいいかなとか言ってさ、うん、全部つああ、まあ、ほとんど全部作り直しちゃったんでしょ、うん、まあ全部っていうかメインは6箇所、うんうん、でその6箇所これからずっと赤字になるんですとかって言ってんじゃんでそれだって ちゃんと理由があったのよ、うん、やっぱり作るもうこのどさくさに紛れて作っちまえば、うん、土研屋がもっかるなっつって、うん、やっちまった方が、ね、そういうのってでもうやっちまっまあこの新国立競技場も今ここに立ってるからさ、うん、これもぶち壊すわけにいかねえからじゃあそういうことをしたのは一体どこの誰なんだっていう、うん、やっぱりはっきりさせなきゃダメだろうっていう。うん まあ日本のねそういうのをごまかすのは日本の伝統なのよ。うんあうん、でまたもう一回やったわけだこの東京五輪で、うん。いやもうだからね<う>靖国神社の問題ってもう本当になんかい一戦争負けたと。でそこでなんかヨよよよってごまかしちゃったっていうね。そこかから日本のなんかさ 政府って責任取らないでごまかすじゃん。そら75年、ね、1945年だから76年前に、えー、そんだけごまかし、ウルトラごまかしやってたら、それもう伝統なっちゃうよ、これは。でもそういう意味では永久戦犯外して、ね、あの東条秀樹内閣神社をどこかに、もうテーマパークでいいじゃん、もねテーマパークみたいなの作って、<laughs> ちょっとす,すんごいもう関東から離れたところに、あのー、作ってですよ。 でそれで、えー、まあ靖国神社問題にけりをつける、いいんじゃないねえ、うん、<で>いいと思う。うん、ただ、あのー、今日最初にこの立憲民主のですね年収1000万円から所得税免除とか、山本太郎さんの <laughs> あの衆院選出馬うんんもしゃべるって言ってたけど、<laughs> なんか,こなんか靖国問題で盛り上がってしまった。<laughs> あ<ー>確かに、うん それ言ってたまあそんなわけで今日はねあの本間さんと靖国神社っていうのはこの政府とか自民党とか官僚のこの無責任性だって安倍晋三のおじいちゃんがそれなんだったらね他にも官僚とか政治家いっぱいいるよ。 でそういう人たちはそれ見ない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 っていうことにしてるから。うん。それはうまくいかんでしょ。うん。まあそうだよ。うん。まあずっとそうやってきたからさ。うん、うん。そういうものはね、またね <coughs>、歴史のこの節々でまたまた悪いところに出てくるわけよ、これがさ。うん、だからもう。 10年前のあの東電の福島第一原発の事故も一緒よ、うん、だってあれもさあれも社長とか会長連中誰も裁かれてないじゃんうん、うん、いや津波が来ることなんて予見できませんでした、うん、あカ野郎っとお前予見できあのっていうかまあそこが今また裁判やってるけどやってるけどでも壊れて 数十万人の人々まあもっとか数百万人の人々に迷惑をかけたっていう事実はあるわけじゃん。うん、でその事実に対して責任を誰が取るんだっていう話をしてるのに、うんうん、いや1 5メートル以上のあの津波が来ると私らには分かりまへんでしたーって。え、うんうん、ってさそれで何の責任も取らない 平洋戦争と同じこいやもうだからこれはねどこかで断ち切らないとダメだよなのでぜひ登場秀樹内閣神社テーマパークディズニーランドで高くしたらいいじゃんでそこで1万円も高いの入れないとかっていうふうに言ったらバカボンっつって英霊の御霊に対する尊敬の念が足ランっていうふうに言っときゃいいで一日中あれか

まあこの番組に関してもですね、あのこういう問題も幅広く取り上げていきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録といいね、そして乾杯、よろしくお願いします。というわけで、今日も読書、チャンネル登録といいね、よろしく。バイバイ。